はい、こんにちは、グリードです。今年出るね、COD モダン3の新しい動画が公開されてたので、ちょっと一緒に見ていきましょう。次の COD ではね、昔のモダン2のマップ、全マップが復活するっていうのは言われてたんですけど、まあその旧マップの映像です。昔のモダン2が2009年で、まあ14年前で14年ぶりの、完全復活っていうわけなんですけど、いや僕もね、昔のモダン2が一番ね、思い出が深いんで、ちょっと、同じ世代の人、マジでね、涙ちょちょ切れるかもしれないです。さあ行きましょう。インベージョン。ファベーラ。スキットロー。うわ。全マップ、まあ今風というか、少しディテールは変えてるらしい。ハイライズ、エステート。カラチ。あ、ここ、あ、なんだっけ、じゃあ、アンダーパス。なんかすごいね、全体的にね、視認性が良くなってるの。このマップとかね、昔のモダン2だとね、もう嵐が激しすぎて全然ね、敵が見えなかったんだけど、まあ当時僕ブラウン管でやってたから余計ね、もう草むらにいる敵とか全く見えなかったんだけどね。うわー、ラストとかね、まあこの辺はまあ一部、ね、ターミナルもそうだけど、まあ何回か別の作品でもリメイクはされてるけど、ここまで本当に全マップがリメイクされたのは本当に今回初めてだね。アフガン、北アフガン。アフガン、ウォーゾーンで一部マップとして使われてるね。おぉ。やばいね、これ、ファベーラ。14年か。14年経ったのか。そりゃ、年も取りますわ。僕は当時、いくつだろう、中学生ん小学生後半中学生ハイライズ。これウージー使ってるね。そしてまあ、実際にこうマルチプレイヤーの動きを今見せてるんだけど、上り動作がね、だいぶ速くなってるように見えるんだよね。で、スライドキャンセルも復活するから、だいぶキャラコンはね、こう滑らかというか、スピード感はより上がるような感じがするね。さあ、ハイライズおなじみのね、建設途中のところに登れたりもするし、屋上行けんのかな？通り、スクラップヤード。あー、サブベースあったね。でサブベースもさ、めっちゃ視認性良くない？これ、ほら。もっと吹雪が吹いてて、なんかもう敵が、ちょっと先の敵白くて全然見えなかったりしたんだけど、まあ画質の関係もあるのかもしれないけどね、グラフィックの向上というか。まあ、今回の映像はこのマップリメイクのね、この開発風景の、まあ、2分間の動画だなんだけどね。やっぱり昔のモダン2っていうのは本当に僕にとっての青春なんですよね。まあ、当時中学生とかなんだけど、投稿者がみんなニコニコ動画の時代で、まあ、Xbox でニコット祭やったりとか、おとじゃさんとか三人称の方も動画を上げてる時代。COD としても昔のこの2009年のモダン2から、本当 COD マルチっていうのが一気にね、こう、世界的に流行り始めたんですよ。なんか初週の売り上げが、ギネス記録乗ったりとかして、まあ、ここから本当に COD マルチが始まった作品。次のモダン3はね、キャラコンが復活して、で、武器とかも、モダン2から引き継ぎで、マップ投票があったり、レーダーに赤点があったりっていう、本当昔ながらのクラシック COD スタイルが帰ってくるし、で、このマップたちも帰ってくるし、いやもう本当言うことないんだよな、この時点で。もう武器が引き継ぎっていう時点で、ね、もう武器バランスとかも大体わかるから、もう本当に言うことないよ、ガチで。うん。これはね、みんな戻ってくるしかないよ。昔モダン2やってた、共に青春を過ごした人たち。2009年のモダン2とかね、もう14年も前だから、まあ本当に BO2 とかの世代の人たちにもっと前の感じだね。だから僕のようなこう20代後半とかさ、まあ30代の人も多いかな。お互い年を取ってしまったかもしれませんが、ここはね、今年はちょっとみんなで帰ってきて同窓会しましょう。ちょっと発売したらね、サーチ大会やりたいですね、これ。マジで。ハイライズの開幕スナイパーやろう、これは。これはやりましょう、みんなで。うわー。まさかね、当時ブラウン管でモダン2やってたんだけど、うん、こんな風に COD 投稿者になったりとかは全く想像してなかったですね。でもそんな昔の作品が今もなお大人になった今でも続いてるっていうね、この20、まあ COD 今年20周年なんだけどね、20年も続いてるってことは本当すごいことだと思いますよ。なかなかないと思う。そこはね、ちょっとありがたく感じながら、ちょっとみんなでやりましょう、これ同窓会。ただね、もちろん、BO 系を想像してる人は、
ちょっとね気をつけてくださいね。これ本当にあくまでこう昔のモダン2のマップ復活、武器復活、ゲームエンジンも今のウォーゾーンとかモダン2のエンジン引き継ぎで、まあ、そこにキャラコン要素、スライディングキャンセルとか乗りの動作の高速化とかね、その辺が加わってるだけなんで、まあ、基本的には今のモダンウォーフェアだからね。次の COD は今のモダン2がすごく楽しめてる人と、あと旧、モダン2のファンの人におすすめって感じかな。うん、そこだけ注意ですね。じゃん、というわけで、一足お先に、帰ってきました2009年モダンウォーフェア2。あの Xbox のね、今 COD 過去作の COD ね、めちゃくちゃ人口いるんですよ。マイクロソフトのそのアクティビジョン買収がほぼほぼ決まった時に、そのマイクロソフト側がその昔の COD のねサーバー改善を何か提供したらしくて、それで一気に人口が増えたんですよね。なので普通にどの作品もすぐマッチングする、まあ、この間ちょっと動画上げたんだけどね、やっていこうか。スクラップヤードだっけ、ここ合ってるよね。おっ、うわ全然見えねえ敵が見えねえ。そう、昔の COD やるとね、あれこんなにグラフィックしょぼかったっけってなるんだよな。でしかも当時僕ブラウン管でやってたから、ほんと敵見えなかったんだよな。変なおさかここは油谷さんとかじゃないか。空耳って復活すんのかな、さすがにないかな。空耳文化とか日本だけの話やね。油谷さんって。これが通じるのマジでもう、いくつやねん、年齢。少なくとも20代後半以上。やっぱ昔の COD ってね、やっぱ思い出補正はすごいあるなって思うよね。今やるとさ、至るところで、バランス悪かったりとか、あと、グラフィックあれ意外としょぼいなって感じたりとか、リスポンのシステムおかしいなとかね。うん。当時は気にならなかったけど。だからぶっちゃけ快適に毎日プレイするんだったら、しっかりとね、リブートしてくれた方が嬉しいんだよな。これ、あれだよ、ほら、来た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 。さっき話してたアンダーパス。嵐が吹いてて、めちゃくちゃ当時は見づらかったっていう話したところね。これ当時ブランカでどうやってたんだろう。何も見えなくないかこれ。おお、ま、いけるね。あれか、よしよしよし。マジなんでこんな嵐吹いてるの。あ、いた、また。よし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 、リュービリュービ。いや、インタビュー気持ちいい、最高。おっ、危ない危ない危ない。お、 M16 来た。この時はワンパンですからね。いや、インターベ気持ちいい。あ、ちなみにもう、現在のモダン2でももうインターベンションあるんですよ。復活してるんで、ぜひ。どれ敵マジでどれ、あ、あれだあれだ。あー、揺れる、あー、あ、ジャベリン撃ってる、ジャベリン撃ってる。まあまあまあ、途中参加。まあ今日はね、別にこの動画がメインじゃないから。モダン3のね、マルチプレイヤー公開までもう1ヶ月切ってるんですよね。まあほんと、10月入ってすぐぐらい、3日4日ぐらいだと思うんで、また、COD Next っていうね、400人以上のストリーマーとかをアメリカに呼んでやる超ビッグイベント、去年もやったんですけど、それをもう今年やるみたいなので、そこで発表があります。非常に。今のところ楽しみな要素しかない。新作出たらちょっとね、一番やりたいのはやっぱりさっき言ったね、サーチ大会、同窓会サーチ大会はちょっとやろうかなと思うんでね、発売したら皆さんお待ちしております。お疲れ様でした。